三、仏は、仏になろうとして、殺生の罪を離れることを収め、そして、その功徳によって、人々の成就を願った。仏は、盗みの罪を離れることを収め、その功徳によって、人々が求めるものを得られるようにと願った。仏は、淫らな行いを離れることを収め、その功徳によって、人々の心に害心がなく、まだ、身に飢えや渇きがないようにと願った。仏は、仏になろうとして、偽りの言葉を離れる行を収め、その功徳によって、人々が真実を語る心の静けさを知るようにと願った。二枚舌を離れる行を収めては、人々が常に仲良くして、お互いに道を語るようにと願った。まだ、悪口を離れる行を収めては、人々の心が安らいでうろたえ騒ぐことがないようにと願った。無駄口を離れる行を収めては、人々に思いやりの心を培うようにと願った。まだ、仏は仏になろうとして、むさぼりを離れる行を収め、その功徳によって人々の心にむさぼりがないようにと願った。憎しみを離れる行を収めて、人々の心に慈しみの思いが溢れるようにと願った。愚かさを離れる行を収めて、人々の心に因果の道理を無視する誤った考えがないようにと願った。このように仏の慈悲はすべての人々に向かうものであり、その本領はすべての人々の幸福のため以外の何者でもない。仏はあたかも父母のように人々を憐れみ、人々に迷いの海を渡らせようと願ったのである。